はい、皆さんこんにちは、ソルデンでございます。今日はですね、煮付け飯をね、作りたいと思います。煮付けご飯ですね、まずね、用意するのは、生姜ですね、まあ、細く、細かくね、カットしてあります。あとね、煮付けなんですけど、まあ、あのお刺身の余ったのをね、あの醤油で炊いてもいいですし、普通にね、アラをね、炊いてもいいです。お好きな煮付けをで、やってください。ではね、長崎のヒラスっていうね、魚とか、まあ、タイとかのアラをね、使って煮付けを作りたいと思います。ではね、煮付け作るときはね、この生姜をね、入れてください。はい、まあ、煮付けなんですけどね、前にね、美味しい煮付けのね、作り方でアップしてありますのでね、そちらをね、参考にしていただければと思います。まあね、皆さん、のお好きな作り方でね、煮付けの方は作っていただいてもね、よろしいと思います。それはね、こちらのね、煮えるまでね、火が通るまで、煮ていきたいと思います。はい、そしたらね、煮付けの方はね、これで完成になります。結構ね、タレがね、煮詰まってるんですけどね、これぐらいね、強火で一気にね、やったらね、めちゃくちゃ身はね、ふっくらで、中まで身に味は染みてないんですけどね、このタレにね、つけて食べるような煮付けの作り方になります。でもしね、みりんを入れたい場合はね、一番仕上げ、まあ、この時点でみりんを入れて一煮立ちしたらね、すぐ火を止めてください。最初からみりんを入れるとね、身がね、硬くなっちゃうんでね、その辺は気をつけてください。で、これでね、煮付けは完成です。それではね、煮付けご飯をこれで作りたいと思います。はい、ではね、煮付けご飯なんですけどね、身をね、ほぐさなきゃいけないっていうね、ちょっとめんどくさいんですけどね、身をほぐしてください。はい、そしたらですね、身の方はね、ほぐれました。まあね、骨とかね、あるとちょっと、喉に詰まらし、引っかかったりね、しちゃうんでね、気をつけてください。で、あと必要なのが大葉ですね。はい、まあね、大葉、これ小さめなんでね、5枚ね、全部使いたいと思います。大葉の方もね、細かくね、カットしてください。はい、そしたらですね、魚と大葉のみじん切りができました。それではね、ご飯に、混ぜたいと思います。はい、ではね、ご飯、に混ぜたいと思います。あと煮汁ですね、こちら生姜もね、必ず一緒にね、混ぜてください。はい、それで、混ぜます。はい、あとね、長ネギのみじん切りですね。あと、ごまですね。ごまがあればね、ごまもね、入れてください。今回ちょっとごま買い忘れたんでね、ごま入れてないんですけどね、ごまを入れて完成になります。はい、それではね、煮付け飯のね、完成になります。では早速いただきたいとね、思います。はい、いただきます。うまい。魚のね、だしと
あのこの大葉がね非常にねマッチしてめちゃくちゃうまい。あの口の中でねこの大葉と魚の、フォークダンスやーみたいなねそんな感じの味です。すごい合う。うん、うまい。これはね、ぜひね、皆さん作ってみてください。あの、おすすめです。まあね、まあ、煮付けをたくさん作って余った時にね、釣りの日とかにね、作ってもよろしいかと思います。ぜひね、これは皆さん美味しく、うまいって言っていただける、レシピになると思います。それではね、短い動画になりますが、よかったと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではね、また次回お会いいたしましょう。さよなら、さよなら、さよなら、バイバーイ。